よし、まず1店舗目入って確認 CS チーズどうもあさんです。挨拶かぶった今回なんですけどパチプロルーティンやっていきたいと思います。久しぶり、で今日は特定日でも何でもありません。まあ一応ね、何々の作りっていう店はいっぱいあるとは思うんですけど、僕の知ってる限りこの日は全然強くないです。そうっすね。なのでかなり弱くてかなり通常日でパチプロルーティンやっていきたいと思います。かなり通常日ってそんなことありますか？超通常営業、通常にかなりを使うと。かなり、まあ、寝台入れ替えもなければ、はい、寝台入れ替え週でもない、なんやったら、寝台終わって1週間ぐらい経ってる平日、プラス何々の日が弱い、うん、なので結構厳しい戦いにはなるとは思うんですけど、まあ、リアルな立ち回りをね見せていけたらいいかなと思います。で一応1店舗目は候補してるんですが、おそらく多分スカルとは思ってる。久しぶりに来るんであんま状況分かってないんですけど、まあ一応見に行こうかなみたいな。使ってた過去の実績はあるんですけど、使えなくなって使わなくなったお店なんですけど、まあもしかしたら復活してるかなっていう思いも込めて今日は来ました。でこれが使ったら、まあ2の矢3の矢さらには4の矢さらには5の矢5店舗いたらもうさすがに無理でしょ、その日の稼働。1日終わったんか。終わってますね。うん、まあ行ってみましょうか。えいっす。チュッス。さっきの店行ったんですけど、厳しそうでしたね。なので、次の店、二の矢、売っていきたいと思います。チュッス。なんか言ってくれ。はい、2店舗目行きました。このお店は33玉交換で、まあ言ったら1玉3円のお店で、昔ほぼほぼ毎日のように来てました。まあ、僕軍団っていう、まあ、チーム持ってたんで1班は絶対この店に来とったっていうぐらいめちゃくちゃ使ったお店。まあ、久しぶりに来るんでね、データ見返したら9ヶ月ぶりぐらいに来るお店。結構です、うん、ちなみにここのお店で日本で初めて U タイムスルーした。そうでした。お店行きますか。チース。
昼飯や、今日は最高。この間上げた動画、昼飯忘れとったらもうメインの動画忘れるとかみたいなコメントめちゃめちゃありましたからね。メインちゃうんだけど、パチンコ系 YouTuber なんですよね。バードさせよう。まい。はい、休憩終わってお腹いっぱいです。さあ、今14時51分途中報告で、僕とミゲル君キプリ打ってます。で、僕のが約今20ぐらいで、ミゲル君のが20点何分ぐらい、20ぐらい、はい。まあ、この台、60何分の1で当たるんですけど、保留、右打中に保留最後溜め切ることで結構ボーダー下がるんで、であと溜め打ちしっかりやれば、ポケットの調整次第ですけど多少増えるんでね。まあそういう技術介入でちょっとボーダー下げつつ、まあ、どうせ厳しいんでね、今日他見ても、まあもうちょっと様子見ようかなと思ってます。あの右打ち、この台打つ人もそうですし、他の台もそうなんですけど、まあ、右打ち、まあ、左に戻してくださいってタイミングがあると思うんですけど、もうその時に電柱最後までしっかりと打ち込んで、もうできるだけで1個でも多く保留も打ち込む。確かに4から3になった時にまだ空いとったらもう1個入れる。分かる分かる。この意識めっちゃ大事なんで、はい、まあこれ意識してください。まあ、頑張りましょう。OK です。走るんすか、走るんすか、どうしたどうした、ムーンウォークでもないですもんね。行きましょう。チュッス。眩しい。俺の未来ぐらいあるわ、眩しいわ。俺の未来ぐらいあるわ、眩しいわ。これ。そんな眩しかったでしょ。俺の未来ぐらい眩しい。どうですか。ミゲルの2年後ぐらい眩しいな。まあ、いいことですね。そうやろ。はい。いいことやん。はい、今別に悪いことは言わんかったで。悪いこと。で、僕売ってた、キクリ、ちょっと 18.5 ぐらいまで落ちちゃったんで、ちょっと移動先考えたいなと思ってたら。気になってた信頼の開示が開いたのでね、即移動しました。もう即取ったわ。えいってわしねダサいっすね、取り方。ガーン取ったった。取り方ダサいっすね。大丈夫ですか、ロンみたいな。みんな半笑いやったで。いや、そりゃそうでしょ。ちなみにあれ、ね、周り誰もなかった。こう、誰かと取り合ったとかじゃなく、なるほど、ずっと開いとった。誰もいない。誰も。いや、どうぞみたいな。ただただやばいやつ、ね。あ、どうぞ、打ってくださいみたいな感じやった。未来は僕らの手の中。そういう言葉があるんですね。うん、どんだけ興味。まあ、でも若干開示っぽいっすよね。そうやな、人生開示やから。はい、いや、なんかその顔もちょっとなんていうんですか、ね、結構開示の絵の立ちで鼻めっちゃ高く描いてますね。そうやな、ざわざわしてますね。ちょっと開示。あれざわざわじゃなくて、ムラ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 やったら俺やわ。そうっす。ムラムラはずっとしてます、ね。俺らずっとひたすらムラ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 してます。本当に。まあ、そういう感じで頑張りますか。チッス。チッス。
地への道を示す。行くぞ。行け。反射しそれだ。この直感で行け。俺が決める。決めろ。残念だったな、カイ。落ち着く、落ち着くんだ。何かなるはずだから、何か。ファイナルチャレンジ。カイ、手掛けたのは俺だ。俺は引きつけない。必ず早く追いつく。自分の力。さあ、一、一、一、やった！俺は完璧だ！はい、途中報告します。現金投手の方が2人で28,000、持ち玉が今約8,000発ですね。なんで、まあ、ほぼトントンという感じで、まあ、今日はしのぎの1日なんですけど、まあ、内容も別に悪くなく、僕の信頼開示が23、ミゲル君の今ピクリ、乳首が、20と、まあまあしのぎにしたらめちゃくちゃいい内容取れてるんじゃないかなと思います。時間も時間なんでね、まあ、現在19時なんで、まあ、持ち玉もあるということで、まあ、このまま、21時過ぎまで打ち切ること可能やと思います。よし、チュース。はい、お疲れです。お疲れです。現在22時24分、結果の方からいきます。2人で総投資28,000円、
換金デラマが 12,789 玉、換金額が 38,700 円、プラスの 10,700 円です。おめでとう。まあまあミゲル君がまた一人勝ちということで、ちなみにまあ俺は負けた、当たり前やけど当たり前なんすか当たり前も最近負けすぎてこれが定番化して、ちょっと今日はまだマシやな、切り傷ぐらい。マシっす。そんなまあトータルしたら勝てたんで良かったです。で僕の、最後打った信頼の開示が、22.4 です。ミゲル君のが 20.6 ぐらいっす。まあまあ厳しい日ではまあしのげたんじゃないでしょうか。まあ、最後まで打ち切れたのもやっぱでかかったですね。やっぱり持ち球遊戯してなんぼなんで、こういう低換金率のところは。なので出玉できたらしっかり粘って、まあ、技術介入して、まあ、キクリみたいな台はね、ほんまに右打ちの電柱保留も最後までギリギリまで貯めるように、まあ、どの台でもそうなんですけど、まあ、そういうのを意識して、頑張ってほしいなと思います。新幹線かな、この後ろあれやかな、ジャングルやから。いや、あの横に思いっきりなんか電気のなんか分電盤っていうか、わかんない、なんかわからんすけど、なんかあるんすよ。そうやな、まあキクリはまあもしかしたらまた打つ機会あるかもしれないですね。ハイジに関したらそれはまあもちろん回れば打つんですけど、まあ、メインにはならんかな、個人的には。あの爆発力あるし、爆発力もあるし、はい、あの演出もまあまあおもろい。なるほど。だから人気は、まあ、出えへんと思うな。出ないっすね。まあ、たった個人的には太郎よりはおもろかった。面白さを引き出せてないっていう。そうやねんな、まあ、出てへんからってのもあんねんな。いいでしょうか。はい、今日も最後にパチンコあるある言って締めたいと思います。まあ、今はねパチンコあるあるツイッターで募集してますので、ぜひ僕のツイッターフォローしてもらって、これはパチンコあるある、スロットあるある、あるわっていうあるあるをね、僕に送ってください。じゃあ今日のパチンコあるある、パチンコのあるあるです。ブドウができて崩しても一玉もへそに入らない、これはある。わかるわ。ちなみに説明すると、ここにへそがあって、ここにまあ、槍とか森みたいな釘の森があるんですけど、そこにブドウができて、ブドウっていうのはいわゆるこう玉詰まりというか表詰まりって言われるものなんですけど、それをガンガンってやってブルルルッと落ちんねんけど、全部どっか行くみたいな。ある。何回もある。これはある。ありがとうございました。デュース。デューク。